こんばんは、ルネです。と言っても今日は人間の方のルネが話しています。今日は今年最後の動画ということでワインを飲みたいと思います。今夜飲もうと思っているのはビコーズワインのスパークリングワインですね。もう終わってしまったんですけど、ビコーズワインの第4期アンバサダーに就任させていただきまして、インスタグラムでワインを紹介していました。ビコーズワインの素晴らしいところは、裏に作られた国とブドウ品種が書いてあって、ワインに詳しくなくても特徴がわかりやすいんですね。このワインの裏には、私の育ちはフランス、品種はシャルドネですと書いてあります。香りのチャートも書いてありますね。お値段もお手頃だし、本当におすすめですね。うん、いい香りですね。ここに書いてある香りを探してみましょう。ほんのり甘いアプリコットありますね。あとは白いお花のような香り、爽やかなレモン、濃厚な蜂蜜も感じ取れます。ということで、ワインを飲みながら今年の振り返りなんかをしたいと思っていますが、大して面白い話をするわけではないので、皆さんも何かお酒があれば飲みながら見てくださいね。つまない話でも面白く感じるんじゃないかなとひろゆきさんが言ってましたね。では乾杯。うん、美味しいですね。すごく細やかでクリーミーな泡と酸味と果実味のバランスがとてもいいので、ボリューム感もあって爽やかなスパークリングワインです。クリスマスにぴったりですね。ちょっとね、たまにはね、ソムリエっぽさもね出しとかないと。では今年の振り返りですが、 YouTube を本格的に始めてたくさんの方に見てもらいました。本当にありがとうございます。お人形のルネちゃんにはたくさん働いてもらいました。アリスちゃんもね。このワインバーのセットも初期に作ったので、来年は作り直したいですね。どんな感じが、ちょっと見てもらうと、こんな感じです。結構作りが甘いんですね。あ、これはね、ドールドレス作家のネピコちゃんにもらったウェディングドレスです。誰に着せようか悩んでて、もったいないしでまだ開封できていません。大事に飾っています。こっちには私が作った和室のドールハウスもあります。和室にはこちらもネピコちゃんのドレスを着たお姫様がいます。天使ちゃんもいますね。どちらも私がカスタムした子ですね。この上にはたくさん作った背景ボード、これもどんどん増えていくので、ちょっと来年は置き場を考えて整理整頓したいですね。で、こっちの隣にある段ボールなんですが、これはお友達のりょうさんから好きに使っていいよって送られてきた大量のドールとかお洋服とか、この下も全部で20体くらいはあるんじゃないかな。カスタム動画2年分はネタがあります。来年もカスタムドールいっぱい作りたいですね。りょうさん、いつもありがとうございます。ちょっと残ったスパークリングワインを冷蔵庫に入れてきますね。ちょっと待っててくださいね。ルネさん緊張してるね。大変お待たせしました。私の動画はドールカスタム、ミニチュアの作り方、お人形劇、この3つがメインなんですけど、一番人気なのはやっぱりお人形劇ですね。一番撮影が大変なのもお人形劇です。でも頑張って来年もたくさん作りたいと思います。ミニチュアの家具もたくさん作りました。私の動画を見て作ったよとコメントとかインスタグラムで報告してくれる方が何人もいて感激しました。嬉しかったですね。インスタでタグ付けしてくださったら必ず見に行ってフォローとコメントをするようにしています。
これからも作ってくださった方はまた教えてくださいね。こんな感じですかね。来年も見てくれる人が笑顔になったり、誰かのお役に立てるような動画を作りたいと思っていますので、これからもどうぞよろしくお願いします。はいはい、もしもし。ふぅ、ほんと今年はよく働いたよね。うんうん。ねえ、私たちも飲みたいね。いいね。人間のルネさんが酔っ払って寝たら、私たちも飲もう。そうしよう。それでは皆様、良いお年をお迎えください。あ、カメラ切るの忘れてた。